今日はこの最新のマシンに乗ってデートします。モビーモビーではこれはですね、気軽に乗れるシェア型の電動キックボードです。いや、画期的やわ。じゃあ読み取れます。 QR、はい、QR をしてね、もうできたのかな。あ、見た。うん、今から乗るって乗るってボタンがあるね。うん、乗る。押した押した。おお、ついたついた、電気が。おーおーおー、走り出す準備ができました。交通ルール守って楽しくご利用ください。 OK OK、 これでも乗れちゃう。乗れちゃう。ほうほうほう。じゃあちょっと出してみよう。出してみよう。あ、なんかね、ここに多分スタンドみたいになってるから、一回前にガチャンと出すんじゃないの。おう、そうそう、 OK。 ちなみに電動キックボードも普通のキックボードも乗ったことないよね。乗ったことないよ。僕もないんだよね。ローラースケート以来。ローラースケートと違うんだね。そっか、すごいすごい。ちょっと、あ、でもね、結構重たいんだけど。あ、重い。うん、じゃあちょっと向こうに走ってみましょうか一回。セール、うん、少しなんか蹴り出して 2,3 歩ぐらい蹴り出して勢いつけといてアクセルみたいな。怖いよ。何これ、どうなってんの。あ、電気、アクセル、ブレーキ。アクセルいける。おおおお。アクセル、アクセル動かしたら今ね、うん、蹴り出してね、走り出してアクセルしたらめっちゃ進んだんよ。バリ怖い。じわっといった方がいいかもよ。おお、すごい。いいね。いけそう。いけそう。あ、ゆっくりだったら怖くない。あ、ほんと。うん。へえー。あ、これウィンカーとかもあるんだよね。あるある、これ。あ、ウィンカー出てる。今出てる出てる、これウィンカー左。そりゃそうだよね、うん、公道走るから絶対ウィンカーいるよね。これ電気、これ電気も最初からついてる。なるほどね。これ何、これ赤い、これ電気が前か下を照らすかだと思う。ライトのね、うん、上下ちゃんとラッパーマークもあるからさ。あ、クラクション、クラクション、おお。上手。近未来的。めっちゃ楽しいんだけどこれ。近未来的。すごいよ。すごいよね。これすごいよ。めっちゃ、で、これ時速とかも一応出るんだ、ここにデジタルで。うんうん。地面をキックして勢いをつけてアクセルをゆっくり押して走り出そう。うんうん。ここで止まったままこれアクセル押しても動かないなって。なるほどね。危ないもんね、だって、うんうん、間違って押しちゃってピューンってなったらね。だから勢いをつけていってアクセルを押すと、やっぱそこに乗ってないと進まんのよね。はいはい、いやいや、じゃあちょっと、はい、これで街散策行きましょうか。うん、ちょっとお散歩してみよう。はい、行きましょう。さあ行こっか。行こう。おお。ちょっと楽しい。え、切るねこれ。気持ちいいね。うん。
めっちゃいい天気やし。めっちゃいい天気。さあ西公園、西公園ですね。前方に坂がありますぞよ。このあの坂登れるんかな。ちょっと登ってみたい。登でも下り怖くない？下り怖いね、確かに。あ、下りは押すか。下りどうなるっちゃろ、それって。さあ、この傾斜を登っていけるでしょうか。今、時速は13キロぐらい出てますね。まあ、マックス15キロが13、今12キロに落ちましたね、時速。あ、だんだん11キロ、10キロ、あ、だんだんきつくなってきた。なんで？だんだんきつい。8キロ、7キロ、10キロ、5、4、3。止まっちゃうのこれ。ダメでした。ここまで、まだいけるね。うん。おお。迷いに迷ってサンドイッチ買った。どこで食べる？大濠公園に行こっか。うん。はい。公園はね、押して入んないといけませんので、うん、公園は押して入れば、はい、これだからさ、あの普通に公道を走って、うん、でパッとこう降りて公園来れるからいいよ。押しにね、うん、押しモードに切り替えればどこもどこでも行けるね。どこでも行けるよね、うん、美味しい。はい、というわけで返却しました。利用の終了、返却する。利用終了、うん、返却する。返却しました。ご利用ありがとうございます。またのご利用お待ちしております。乗車時間68分、料金が340円。350円、安っ。最初の30分150円で、あとは1分おきに5円ということでした。電動キックボード返却した横に、同じくまた福岡がやっているチャリチャリっていうですね、自転車のシェアサービス。新しいチャリチャリがあるじゃん、これ。新しい、本当だ。新しくなってるこれ、また。あ。そしてですね、この QR コードをですね、アプリで読み込むと利用が開いて利用開始になります。はい。はい。こっちはね、1分6円ですね、うん、はい、でこれに乗って帰ろうと思います。なんて次世代モビリティなんだ。すごいよね。じゃねー。気をつけて、気をつけて。